単純 X 線撮影とは、東映 X 線撮影とも知られ、X 線の照射により二次元 X 線、撮影画像を得る、医療イメージングである。一般的には診療放射線技師や、放射線回によって行われる。一般的なレントゲン撮影とは、この単純 X 線撮影を指し、コンピュータ断層撮影と対比される。単純 X 線撮影頭部成人男性の胸部。 X 線写真、胸部 X 線写真では、心臓、肺、肋骨、重角、気管、気管子等が見える。心陰影、心陰影は、心臓の X 線写真像のことである。通常は PA 像で評価する。経過を見るだけならば、過小しかできない患者では AP 像を用いる場合もある。成人男性の胸部 X 線写真上の画像に着色した例。緑。 気管支頭了像、赤、新陰影の輪郭、青、ハイヤの血管新陰影の上側は、重角と連続していて、境界は、はっきりしない。下側は、横角膜と連続していて、はっきりしない。右側は二つの膨らみからなり、上から順に、右第一弓、右第二弓という。左側は四つの膨らみからなり、上から順に、左第一弓。 左第2弓、左第3弓、左第4弓という。胸部所見腹部配列、骨の状態、脊柱管の狭窄、椎間板の強小化、人体付着の変化、軟部組織の主張に注意する。正面像では、脊柱配列とルシカ関節の形状に注意する。脊柱配列では側腕変形や、頸椎の傾きに関して評価する。正常では、 水体外側に、斜方向の関節列撃が見える。変形すると、ルシカ関節変円から、横方向へ伸びる黒局が出現する。側面像では、石柱配列、水体終盤の骨硬化、水体前円、または、後円の黒局、石柱間の前後形、水管板空の高さ、前立て人体や、後立て人体の骨化、五陰遠空幅や、 奇葩後空幅の変化の有無を確認する。脊柱配列としては、頸椎は、生理的に前に湾曲しているため、生理的前腕の消失がないか S 字型変形がない、気や滑りがないかを確認する。脊柱間前後径は、脊柱間の広さの指標であり、正常は 14mm 以上である。五陰頭空幅や、奇葩後空幅の変化は、頸椎前方の脳用形成や外傷による、 結腫・負腫によって拡大する。前後屈足面像では主に頸椎の安定を評価する。肝軸場突起間距離は関節リウマチや外傷で肝軸シーア臼を生じた場合に前屈位で解体する。正常は3ミリメートル以下である。また、不安定性がある場合は前後屈時の上位椎胎後下炎と海椎球前上炎を測定する。 測定値が1 2ミ、mm、リメートル以下ならば動的強作となる。両者以上では、椎間孔の強小化を確認する。開口位正面像では歯突起骨折や、完熟し回線移固定の時に撮影する。配列、骨の状態、脊柱管の強作、椎間板の強小化、人体付着の変化、南部組織の主張に注意する。正面像では側腕の有無、追求値の消失、 追求根の骨硬化、横突起骨折、線腸関節硬化像、腸腰筋の陰影増大などがある。追求根の消失は転移性腫瘍で認められ、追求根の骨硬化は転移性腫瘍、分離症、類骨腫などで見られる。横突起骨折は外傷時で、線腸関節硬化像は、線腸関節炎で見られる。腸腰筋の陰影増大は、腸腰筋能用、 結種などで認められる。側面像では、脊柱配列、椎体圧迫骨折、骨量像、椎間板空の強小化、椎体骨極を評価する、脊柱配列では、前腕増大、直線化、後腕変形、椎体滑りを評価する、椎体圧迫骨折や骨量像は骨粗しょう症を示唆する。椎間板空強小化や椎体骨極は、 椎間板編成初見である。前後屈側面像では、椎間滑り、前屈時後崩壊台など腰椎不安定性の評価ができる。両者以上では、脊椎分離や椎間関節の変形が評価できる。その他重要な腰椎 X 線の初見としては、バンブースパインという強直性脊椎炎に特徴的な所見がある。これは、人体の骨曲形成から二次的に隣接椎体が、 融合し、竹筒のように見えることである。胸椎から腰椎にかけて椎体は微速に行くほど、椎体の高さが少しずつ大きくなる。一つ上位の椎体に比べて小さい場合は、圧迫骨折を疑う。例外としては、第五腰椎だけは、しばしば第四腰椎よりも、小さいことがある。ドキサ、またはデクサと呼ばれる。 骨密度測定法は2種類の異なる X 線を骨に当てて、骨と他の組織における X 線の吸収率の差から骨密度を測定する方法である。骨密度の測定方法には他にも MD 法、PQCT 法、クスポーなどいくつか知られているが、ドキサは正確に骨密度を測定できる方法として、風の基準に組み込まれており、2017年現在、 骨粗しょう症の標準的な診断方法となっている。骨炎定量とも言う。関節関節、特に手の X 線写真が関節炎を診療する抗原病領域でよく撮影される。関節の X 線写真ではアスパク度の順に読影を行う。A はアラインメント、S はソフトテッシュ、B はボーン、C はカーティレージ、D はディストリビューションである。 腫瘍疾患ごとの手の X 線写真の所見をまとめる。これらの所見がなくとも疾患自体を否定することはできない。関節リウマチ変形性関節症感染性、関節炎痛風偽痛風怪我をして、病院内視は診療所に行くと、外傷評価のための X 線撮影をされることがある。原則として骨折を疑った場合は2方向の撮影をする。 多発外傷で、ルーチンで取るべき頸部3方向、胸部正面、骨盤正面である。頸椎損傷を疑った場合は行外のまま側面を取る。この時両手を引っ張り方を下げ、海頸椎が撮影されるように工夫する。頭部を取る場合は、正面、側面、タウンの3方向の撮影をする。タウンを取らないと後頭部骨折を見落とす恐れがある。 頭部側面は通常は腹がくらいで首を横にねじって撮影するものだが、頸椎損傷を疑った場合は行外で横から取らないと致命的となる。ありがとうございます。